ベスト4の試合ですね。今回会場をねお借りしているのが菅野選手はリンク所沢バー、林翔太選手はバーアレンジということで、あのこのね、あのこういう状況の中ですね、店を開けてるっていうか選手のためにねこう会場を提供していただいて、こう残ってね本当に頭が下がる思いです。はい、ハイネケン来ましたね。林翔太選手がハイネケンで先行ゲット。あー、ロースコアですね。ここを菅野選手大事にいきたいですね。二重ラインが上手な選手です。140スタート B グランですね、これは。うまいな、20ラインサイドですが266って数字を作りたかったところですが、60とって226、ナイススコア。まずスタートダッシュ決めましたね。トリプルから。さあアレンジ上がり目を出してきます。100とって126。トリプル絡めてきますが届きません。19かですね。19トリプル、そしてハイネケン、惜しいですね。ナイストライ。まあここねアレンジでもいいんですけどね、もう狙っちゃいましょう。どんどんもうレッドブルももう出ましたけど、アレンジからの8ダブル。本当に皆さんがですねこうレッドブルとかねつぶやいていただいてるおかげでですね、はい、さらなるこうね、レッドブルさんからのこういろんな熱いねものが受けられそうな状況になってきてるので、すごく喜んでらっしゃって、はい、84ダブル。サイドですが林選手174残り。スティールダーツはね絶対にこうもうダメだってなったらダメですよね。相手もね苦しみますので、ダブル決めるのなので絶対諦めないことですね。決めてなんぼのダーツ。さあ129 19から、そして20-18に戻る。ナイスアレンジ。 俺ビッグランド言ったよね。こういう、あー決めました、菅野選手。こういうのがあってですね、ちょっとビッグランド言いにくいなと思って、クリケットだったらねワンサイドになったりとか
やりやすいんですけど、このスティールダーツはですね、やっぱり引っ張ったりすることも多いので、さあ決勝をかけての戦い、100取ってきました。さあトリプル絡めてきて19チョイスか、サイドですね、20ラインが合ってるんでね、今のもその19打ったとて、そのそこまでその左右される状況なんないので、菅野選手の場合はね、もう20どんどん狙っていった方がいいのかもしれませんね。今のは 2投目を19行きたかったですね。19行ってブル狙い。148なのでそのまま行きますね。130ブルから、あ、20から行くんですね。そして20から行ってこれ12ですね。そしてアレンジまで、まあそのブルにこだわる必要はないので、確率から言ったらどうなのよって言ったらね、20トリプルの広いかもしれないので、福井の20で削る。40残り。ブレイクバックなるのか。ブレイクバック。今日ブレイクバック多いですね。ブレイクバック多いですね。Third leg. Game on.林選手はね、このノーセットアップで決めてきますよね。狙えてます。狙えてます。しっかりキープ。このロースコアはいただけないですね。さあ441で狙えてますね。本当に惜しくもって感じですよね。
さあ3本目にね、ああいうこう60の絡め方っていうのはすごいですね。さあ100返します。さあここも100返したい。菅野選手は下からつけた方が狙いやすいんでしょうね。夜角が5度とか10度ぐらいの夜角なのでね。このロースコアは少し菅野選手に分があるのか。トリプルからもう一本、もう一本、60で上がりめます。サイド258、残り。さあ60決めて158、シングルだと98、サイドですね。201残り。いいとこつけましたね。狙いやすいですね。60、惜しい。トリプルから100と117から、さあ141。トリプル捉えてブル15。ナイスアレンジ。19から、そして20、18、トリプル。案外18番に4にね、持ちすぎて入ってしまう人多いですね。さあ10チョイスのサブロック、いやー、ここもブレイクブレイクブレイクですね。3連続ブレイク。そしてブレイクブレイクブレイクからの菅野選手先行のゲーム。さあカバーしてきました。85を取って、さあ140スタートの菅野選手、20本当にうまいですよね。1投目ね、横ずれすると少しね、精度が落ちるんですけど、280残り。さあここ大事ですね。239、相手の気持ちを折るためにもね。140とかね、来たですね。180取って146残り。100取って226ですよね。この100大きかったですね。180
得意の二重ライン全うすることですね。やっカバーしてきました。ナイスカバーで95残り、トリプルから、おっとここで140いきました。You require 95. 19から、20に戻る、アレンジまで47. さあここ必ずトライしてほしい。あーっとトリプルからの46決まらず。 You require 48. さすがの選手、アレンジですよね。残にだったんですかね、今ね、トップのイメージがあったんですけど、あ違ったかな。ここで林選手が4たびブレイクになるのか。あこれ決めたかったですね。あーっとこれ決まらずで、さあ菅野選手16. あーっとこれまた4タイムブレイク。やっぱ今日ほんとブレイク多いですね。さあ4タイムブレイクで林選手先行のゲームスタート、大きなチャンスになりますね。選手がスタートダッシュを決めれば決勝進出につながります。きたきた140B ですね。クラウンドですね。相手の出方を見て。ナイスアレンジ、ワンフォーティーワンフォーティー。これは一気に林選手がいった形になるのか。まあでもスティールダーツですからね。菅野選手がプレッシャーかけていけば流れ変わりますね。140ナイス140、ここで上がり目出したい。うわーここで100取って121残り、ここは140欲しいですね。狙えてますけどね。トリプルから、そしてどうするんでしょうねこれね。あのもう15、あもうい っちゃいましょう。レッドボール11トリプル、散々ニッパー、あここアレンジしましたね。100取って、あーサイドですね。さあここもう一本60欲しいですね。あー上がり目出せず。さあ29残り、13チョイスの8ダブル、林選手決勝への、決勝への決まらず。
さあまだ分かりませんのでね、178、ここを削りたいですね。60、きた。さあこれもう一本。いやいいスコアですね。100取って78残り。さあ決勝進出の8ダブル。うちで2本目。林選手見事に決勝進出です。ね、思いっきりのいいダーツが持ち味。